はい、どうも、ついちゃんことついなぞみです。はい、今回はですね、祝日なんですよ、今日祝日で、たーくんも今さっき帰ってきたので、そんな祝日の私とたーくんの夫婦時間みたいな動画、前にもあげたことあったと思うんですけど、夫婦時間の動画を撮影していこうと思います。ございます。本当に帰ってきたばかりでございます。はい、ただいまの時刻は6時半でございます。とりあえず晩ご飯が、はい、ご飯は炊きました。オッケー。私とソラとコアはさっきというか3時間ぐらい前にラーメンを食べてるので、だから作る気はないんですけど。おい、まあじゃあだから辛めにしましょう。セイもチエル行ってでっかいハンバーガー2個食べてるからもうタン君の、いや、じゃあ俺いいよ。俺もなんかお腹いっぱいだから野菜多めでいこうかなと。ちょうどそれこそ、あ、スタート行こうか。それではスタート。スジチャンネル。春めっていうか、ちょうどね、私の違う、多分自分で作った大根です。それ大根か、はい、で、これ多分田舎からもらった白菜。田舎からもらったものも、たーくんが取ってきたものもいっぱいあって、田舎からもらった、ちょうどね、秋の収穫祭だね。里芋、田舎からもらったターサイ、これも食べちゃおうかね、うん、ターサイ、ターサイ、中国野菜とか。今朝、お隣さんからいただいたパイナップルデザートな。早めに作っていきましょうか。これはこれちょっと練習。とりあえずお肉そんなになくって、野菜がいっぱいあるから、ちょこちょこ作れたらいいかなと思っております。はい、サボと里芋の煮物ぐらいですね。でも大根たっぽは食べるから、大根とそぼろ煮にしようかなと思って。カブト、これさ、蒸そうよ。蒸して味噌つけて食べる。あ、前になってたよ、うん、里芋は蒸して、カブの葉っぱがやばいね。カブはでも漬物にしない。浅漬けにする、うん、浅漬けがいいな。切ります。とりあえず何が嫌いって、私丸いものの皮むきが嫌いなので、丸いものしかないんだよ今日。カブも丸いし、里芋も丸いけど、これは溶かしちゃう、このまま。あと大根、ひき肉冷凍庫にいたから、ひき肉解凍して、コアのそぼろご飯兼その大根煮たやつコア食べるから、大根のそぼろに作っていこうかな。あとは白菜いっぱいあるから、鍋でもしようか。あ、私あの鍋したいんだけど、赤からの15、マジでレアなんだって。普通は3だっけな、15ってマジで売ってなくて、やっと1個買えたレベルなんだけど、激辛だし、ほら見て、本当に辛いので、辛みの苦手な方やお子様を食べないでくださいって書いてある。辛いんかな、これ行きたいね。大人は、子供はそぼろ煮と、あと鮭、鮭も冷凍庫にいたから、鮭焼いてそぼろ煮と、あと何、豚バラがあるから、なんかその辺焼いて食べればいいかなと思ってます。とりあえず大根も煮るか。もういっぱい作っとけばいいかな、ちょっとずつとか言ってたけど。あ、私あれやろうと思ってたんだ、油揚げに餅を入れて煮て食べたいなと思ってた。煮物が美味しい季節だよ。本当毎日鍋でいいよ、大人はね。そうだ、朝のあそこ、朝の出汁があるから、子供たちは出汁の方で野菜とかお肉入れて鍋みたいっていうか、まあスープみたいな感じにしようか、野菜スープみたいな感じにしようか。で、大人はこれ食べてみたい。辛いのだったらお腹いっぱいでも食べれる。ほんまに辛めでいいと思う。辛いのはね、お腹いっぱいでも食べれる。麺とかはきついけど。白菜切って入れちゃおうか。朝取った出汁がいるの。このね、めちゃめちゃ美味しい出汁が、もう出汁だけでこの色。すごくない？金の旨味だし。ここに野菜入れて、お肉入れて、お豆腐入れて、子供らは。ちっちゃくなる。ちっちゃくなるってことは、東北？なんとかだべ。だべ。東京の人言うのかな？
東京の人は言わないかも。でも栃木言ってたよ、なんとかだっぺみたいな。ディズニー向きやった。ディズってないよ、ディズってないよ。私のばあちゃん、あのひいばあちゃんが言ってたの。マジのぞみ、なんとかだっぺって。嘘や、言ってたよ。でばあちゃんディスってるやん、って言ってたの。私のばあちゃんじゃない、ひいおばあちゃんね。ひいばあちゃん、本当にちっちゃい時の記憶だけど。はい、漬物完成。ちょっと寝かしましょう。これチンする、寝かす。そう、美味しい里芋ちゃんです。じゃん。私の母が栃木の人で、栃木で育ったわけじゃないっぽいんだけど、おばあちゃんとかが栃木だったの。だからちっちゃい時よく行ってたんだけど、最近はね行けてなくって。今行きたいよね、行く機会あったら行きたい。白菜です。うん、おちゃん、そら宿題終わってるよね。今のオン終わってた。え？今のオン。え、終わったよね。算数のノートもなかった。え、ノートはいっぱいあるよ。算数の今のオン怪しかった。そのままスルーするとこだった。よし、夫婦時間だから会えて。会えて行くの？会えて行かない。ちょっとこれで行きま。鍋開けたらさ、アポロ入ってるとか可愛すぎ。忘れてたでしょ、絶対。ここに隠して開けます。どうなんだろう、マジでレアだからね、これ。どう、いや、絶対怖いです。野菜をさ、結構入れないとやばいかもしれない。ドロドロだもん、めちゃめちゃ辛そう。これ入れる？入れても美味しいと。チンゲン鍋だと思うんですよ。そうそうそう。ナムルにしようか待ってたんだけど。ナムルもいいけど。まあ、はい、こっち白菜入れる。ターサイ。やばいね、これなんか、ドロってるもん。入れるかな、俺。チーズ入れるか。うん。ナムルで保存し、明日も食える。明日いないじゃん。下もいないんです、こちらさん。月水金もいなくて、昨日夜帰ってきて今日なんだよね。だから本当の本当の今週の夫婦時間だよね。昨日夜帰ってきて、いい夫婦の日だったんだよね。そう、いい夫婦の日だったんです。ありがとう。丸16年続きました。出会ってからは17年。17年ってやばい。やばい。出会ってからもっと、だってノアが16になるんだから、だって私16年前に出産してんだよ。でその戸月10日を考えたら17年ぐらい結婚してんだよ。でも出会ってってことを考えたらもう18年ぐらいだよ。 LINE でね、今一番仲良くて最高の形で、ね、しかもさ、お二人のさ LINE のやり取りをさ、私スクショしてさ、モザイクでモザイクかけてさ、ストーリーにさ、いや、あの文章はさ、さすがにさ見せるもんじゃないしさ。でもいなかったから、いい夫婦の日に、もうなんかめっちゃ今さ、いい夫婦の日すごくない？なんかテレビもそうだし、だから俺ら走りぐらい SNS も1122になるとさ、みんなもう世間が、ね、そういい夫婦みたいな。でも私そのいい夫婦の日にポツンと一人でそのニュース見てさ、でも朝二人でやり取りはしてて、私もちょっと SNS で触れたくなっちゃってさ、そのまあ文章をモザイクかけてアップしたんだけど、ストーリーにね。だからもう今は見れないストーリーなんだけど、一度だけ見やすかったハートマークが満載だったみたいなさ、ニュースになっててバレるんだと思って。バレるよ。こんな感じですよ。ちゃんとプレゼントもらいました。そうなんです。だからそんな違う、昨日ね帰ってきたのがタクが遅かったの。10時おいよ、一生懸命帰ってきた。遊んでるわけで分かってんだけど、いい夫婦の日だってさ、もう朝から晩までずっとニュースでやってんだもん。で毎年ね、いい夫婦の日は2人でランチ行ったりね。ちょっと肩身狭くなってる。仕事だから、仕事だからね、しょうがないね。で私はその22日を NG してた。なのにタワ君がしかも出張でいないっていうね、まあ、仕事だからしょうがない、分かっちゃいる、もちろん分かっちゃいるんだけど、それを私がネチ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 言うっていうね。1週間くらい。そう。
そんなやり取りが冗談交じりでねありまして、でそれでターくんが22時に帰ってきて、まさかの靴のプレゼントをくれたの。お揃いの22時言われるからだからその返しじゃないですけど、私からもいいですか。22日過ぎちゃったんですけど、あやさんこちらをありがとうございます。ちょっと待って、関西関西を今やってくれてるんですけど、はい、何でしょう。こちらのバクネの見た、はい、タラカ大好きな俺の手巻き、はい、タラカ大好きな新しいのが出まして、ありがとうございます。袋もバージョンアップしてない、高級感増してね、新しいやつでございます。エコバッグできる、これはこれでさ、使えるよね。イエーイ、上下上下だから私もお揃い、ね、いやタートもお揃いくれたからさ、私もお揃いって思って上下、これめっちゃヘビーローテーション、いやマジで大好きだよね、寝やすいもん。ずっと着てくれてて、前にプレゼントしてから、傘もないからさ、出張に持って行きやすいの。いやだから私が SNS パッて見るとバケって書いてあって普通に家でもめっちゃ着ててね。そう、めっちゃ着てる。それの新作、うん、あ、この色はないぞ俺。そう、初めての色じゃない。これがね、ライトグレー、ライトグレー、これがさらにリニューアルして作られたやつなの、うん、この色持ってないもんね。持ってない。上は？上はどんな？これ着てみるとさ、快適でめっちゃ寝やすいから、うん、伸びもいいし、いいね、もうこの色なかったわ、高いしね。あ、いいじゃん、素晴らしい、かわいい、ありがとうございます。めちゃめちゃ似合う。生地もいい、前回よりさ、時期的なものもあるけど、しっかりした。あーくんがライトグレー、ライトグレー、私がお、かわいい、ラベンダー、ラベンダーになっております。かわいい、連れてかれた着るとめっちゃ快適で、めっちゃ気持ちよくて、めっちゃ寝やすいので、薄手なんだけど本当にあったかくって居心地抜群なんだよね。まあ今ね、たっくんはコアに連れ去られましたが、今日はこれを2人で来て夫婦時間を過ごせたらいいなと思っております。もうこのままご飯準備したらご飯前にきっと送ろうかなと思うので、渡すタイミングがマジで分かんなくってさ、昨日も遅くなっちゃったし渡せなくってよかった。本当は昨日が1122でいい夫婦の日だったんですけど、一緒に過ごすことができなかったので、まあ我が家は1123なんですけど、今日が1123をいい夫婦の日として過ごそうかなと思ってます。またね、明日からたーくんいなくなっちゃうから、本当にさっき言ったように今週で言うと今日しか一緒のその夫婦時間っていうのがないから、言ったら本当今週の夫婦時間の唯一の一日って感じなんですね。そんな時間をまあこの後もちょこちょこ回していきたいと思います。とりあえずこのままたーくんとコアはお風呂かな。なので私は仕上げのご飯をしていきたいと思います。さっちゃんはもう今日朝野球の体験に行ってて、帰ってきてすぐにお風呂に入ったので、さっちゃんはお風呂済みです。せいはまだ帰ってきてなくって、ノアは学校の行事で2泊3日で泊まりで、今日から数日間いません。そんな感じの夜になっております。せいはもうじき帰ってくるはずでございます。そして先ほどの赤からなんですけど、色がやばいなんか野菜を入れても赤くなる、どういうこと、怖いんですけど美味しそう。こんな感じです。で、あと里芋をふかして、ここに鮭が入っております。こんな感じで夜ご飯はまあ OK かなと思われます。どうしようかな、コアとターくんが出てきて私も先にお風呂に入るか入らないか、それはちょっと悩みどころですが、明日は普通に学校があるので早め早めで行きたいなとは思っております。とりあえずまあご飯食べれたらご飯行きたいけど、私も先にお風呂に入れたら先に入ろうかなっていう感じです。ではまた後ほど回します。パパさん上がりましていやいやいや
いちいちいらんだよ、その春感じ。なんかこれね、L だった気がする。着心地最高です。もう伸縮性いいからさ、もう眠くなってきた。まあ眠たくなんだよね。いいよ。いいだ、目くしに入って入ってないよ。先にさ、お風呂閉まっちゃおうかな。ねえ、これちょっとさ、どう思う？いや、絶対辛いよ、それ。後での楽しみにする。辛い。15じゃないやつよく食べるけど、全然違うの、見た目が。もう辛い、もう辛い。匂いで辛いじゃん。匂いで辛い。じゃあ、後での楽しみにしよう。見かけ食おうよ、水炊き。漬物とマングル作ったし。確かに、忘れてた。あれ、揉んだ方がいい。揉んだよ。昆布入れたから、ちょっと粘りが出てきます。これ、塩昆布。塩昆布って美味しいよね。昆布入ってるって。で、ちょっとだけ。しょっぱい、しょっぱい。入っちゃった。今、近くってなっちゃう。疲れてんの。でも俺明日朝からジム行くから。シェイマスのまま京都ですからね。また今日パパ呼んでおります。はい。ちょっとそこに立っていただいて。ちょっと待って、なんか周りが汚い。周りが汚すぎますけど、どうでしょうか。着心地が良すぎます。良すぎるよ。てかぴったりだね。マジでぴったりだね。うん、伸縮性あるから。前にも言ったけど、その疲れが軽減できるからさ。リニューアルしてるし、ライトグレーやし。かわいい。タックいないとき借りようかな。サイズ感。ラベンダーあるやん。俺がいないときは俺に包まれると。でもタックいないとき、一緒に行っちゃってるからね。夏用もあるし。確かに、半袖もある。本当にめっちゃ使ってんの。漬物もいい感じに使ってる。漬物もいい感じに、塩昆布も混ざりました。お腹空いてる？いろんなラーメン食ってへんし。もうちょっと待っててよ。いいよ。私お風呂入ってくるわ。とりあえずお風呂に入ってくるけど、乾杯しよう。お、いい。下手くそ。私はお風呂に入ってくるから、ご飯は待ってて。あー、一緒に乾杯してご飯食べたいってこと？乾杯。違うよ、ダメじゃん。17年一緒にいるけど分かってくれないじゃん。たーくんもお酒飲んでたし、私も今カフェラテを一緒にタイミングで飲んでたから、乾杯したかったの。風呂入ります。嘘だろ。トイレ入ったけど、どっち？私は今お風呂を待つべき、入るべき、どっち？私は全然待てんのよ、たーくんのお腹がね。俺はもう漬物でもいいんだよ。バンバンダメだよ、あんなに作ったんだ。とりあえずでも今日はお風呂溜めてないんだよね。出てきたじゃん。今日あったかいんだよね。すっごい今日あったかくって、最近ね、お風呂溜めてたんだけど、今日は溜めてないから早く出てくるはずなので、セイが出たら私もサクッと入ります。また上がったら回します。2番をつけております。こちらはラベンダーの新色です。可愛くない？さあ、ご飯にしますか。許し。はい、それではこっちゃんとコアはご飯食べました。はいはい、で私とたーくんの晩酌。俺は晩酌やな、もはや。私はほうじ茶。こんな感じでいただきましょう。はい、いただきます。いただきます。いただきます。ここは食べたでしょ。ここは行くよ。はい、お疲れ様です。はい、いただきます。はい、これも食べます。あ、5分前まで泣いてたからね、この人。兄弟喧嘩。いただきます。あ、おいしいね。では私、行ってみたいと思います。赤から15。これは大根食べるよ。辛いかな。うん、平和な人だ。うまい。うん、大根、うん、大根、食べる。え、おいしい。食べれる、大根。おいしい、やっぱね、赤からって旨味がちゃんとあるから美味しいよ。いただきます。通り越したやん。食べんの？大根食べんの？いいよ。ザーサイ初めて食べてみる。
でもチンゲン菜にもほぼほぼ近いよね。あーでも近いかもね。うん、チンゲン菜、うん、ちょっとマジで食べてみて。豆腐にしよう。うん、豆腐よ。15番うん。あ、でも耐えれる辛さ。おお、なかなか。いや、でも、あれめっちゃ好き。大根うまい。辛い？辛いんかな。今日私大丈夫かも。え、絶対ご飯にチーズ入れたら美味しい。美味しい辛さ。もっと覚悟してた。食べれないと思ってた。このままいった方がいい。うん、面白い。めっちゃ痛い。これさっきここにいたじゃん。いた？じゃあ後で確認しとくね。出方がエガチャンネル。どうやって喜怒哀楽激しすぎ。さっきめっちゃ泣いてたよね。泣いてて今日のラーメン屋さんでもらったおもちゃがあって、それを空が出した瞬間にやるみたいなね。結果はね、あの夫婦時間といえどこのにぎやかさがないとダメなの。うん、うわ日常ですね。これがこれがうちらのスタンダードです。ママのうまそう。食べてみる。絶対辛い。どのタイミングで辛いのとかさ、炭酸とか食べれたり飲めるようになるんだろうね。高校生やな。高校生はないでしょ。いやだからどのタイミングでお酒が美味しいと思うようになるんかなっていうのは思ってるよ。いっちゃんもバッシーもお酒飲まないから、今度ビール飲んでみるってなって、ビールを美味しいと思うのかっていう。だってさ、大葉を美味しいって思うわけじゃん。大人になって生姜とかガリとか美味しいと思うわけじゃん。でその美味しいっていうタイミングはビールはどこなんだろう。いや夏なん。じゃあ夏にやってみよう。もしくはあの運動した後とか自分へのご褒美お疲れっていうのもうまいから、うん、そっから入った方がいいと思う。サウナ後とか最高だ。サウナ後はな、水分補給した方がいいから。いやでも多分ね、サイダーでいいやとか思っちゃうんだよね。ジンジャーエールでいいや。パパ、乾杯。乾杯しよう、乾杯。いい乾杯。けど。とっちゃんあれやってみなよ。そこでさ、パントマイムみたいなの。いくよ。うんうん。やっているやっているやっている。階段降りるみたいだよ。あ、いいよいいよいいよ。いやいや、で、登ってきてごらん。いや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 。どう？暑い。どう、このリニューアルされたパジャマ。暑い。いいよ、今日こっち。いい。めちゃめちゃ。私も。かわいいね。肌触りもいいんで。そう、なんかバクネのパジャマは、さっきも言ったけど、今年リニューアルした新モデルをゲットしてみたんだけど、うん、シアバター加工されてるから。シアバター加工。シアバター加工より滑らかな肌触りになったんだって。生地もさ、うん、薄いのにめっちゃあったかくてゴワゴワしないんだよ。そうそうそう、本当に着心地よくない？リラックスしてます。うん、最近めっちゃ一気に寒くなってきたじゃん、うん、だからさ、厚手のパジャマを着がちになっちゃうけどさ、重いんだよね。あと洗うのが、うん、マジでかさばるから、うん、あったかくて薄くて、うん、動きやすくて寝心地いいっていうのが一番大事だから。めっちゃ寝心地いいよね。着てる感じがしなくない？しんどくない。うん、時期に応じてやっぱりねパジャマも変えなきゃいけないから、うん、ちょうど今の時期ね これぐらいがちょうどいい。うん、しかもたーくんほら出張でさ、いろんなとこ行って持って行ったりするじゃん。 SNS 見るとバクでだから自分的にはこう、バクネがロケとか泊まりの日は絶対次の日早いってことはすぐ寝たい、うんうん、バクネの話をしようじゃなくて、バクネしか着てないんじゃないっていうぐらいパジャマタイプだから、まあリニューアルは嬉しい、うん、リアルに嬉しい、うん、マジのリアル、うん、そうです。だから最初私も教えてもらってタクにプレゼントしたじゃない。その時期その時期2着ずつ持ってるけどさ、それしか着ないこれあと5年は楽勝できるな。他の色もいいんじゃんね。すっごいお腹いっぱいになっちゃった。いやそもそもお腹空いてなかったんよね。ご飯作ろうかって言ってる時点でラーメン作ってたよ、うん、野菜増し増しで。マジで、うん、
タラパンだった。まあ夫婦時間と言いながら子供たちがいるのが夫婦時間だよ。平和な夫婦時間。いないといないで子供の話ばっかりしてるし、抜け先とかでもね、結果あ何時に迎えに行って何時とかいう話する、うん、結果家で夫婦時間を取ろうとしてもこれが夫婦時間だ。俺が10年後誰もおらんねん。それが本当に嫌なんだよね。10年後死ぬほど取れてしまう時間やから、逆に今はこの夫婦時間でいい。定期的にちょいちょい夫婦時間ではいるけど、基本的に家族時間がもう、いやもうそう、それでいいの、ね、家族の空間の中の夫婦時間が一番居心地いいよね。最高です。なんかだからお互いタークも私もそこにたどり着いたからよかったよね。どっちかがさまださカラオケ行きたいみたいになってたらさ、ちょっとバランスがさあれだけどさ、まあわざわざ外に行こうぜってならへんから。あちょっと待って、私チーズケーキなんだよこれ。うまいです。なんか取りに行った。とりあえずこの後は、この後は子供たち歯磨きさせて、子供たち歯磨きさせて寝るよ、寝るよ。わかった、わかった。はいはい。ママかわいいな、ママかわいいな、ママのこと大好きだな、ママのこと大好きだな。ママってアイドルみたいだな。言えよ。はい、というわけでありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。どうも、チャンネル登録よろしくです。よろしくね。やめて。じゃあ、こう止めてきて。はい、止めてきて。はい、ということで、今回も、はい、まあ、夫婦時間ですかね。まあ、そうですね。はい、素敵な夫婦時間。多分、今年最後かな。どうだろう。今年やで。終わっちゃう。終わっちゃうけど、もう一回ぐらい行きたいね。こういうことがない限りさ、あんまり普段二人のさ、何よ。いや、こういうことでどういうことだ。こういう撮影っていうかさ、機会がないとあんまり二人時間って撮るに撮れないっていうか。あんまないやな。意外とないんですよ、二人の時間ってゆっくり喋ったりとかする時間、まあ。誰かしらいるんで、うち。そうそう、わちゃわちゃしてるから、ゆっくり二人でみたいな時間は本当にないから、いい時間だったなと思います。はい。で、私がさ、今日も来てるけどさ、こちらですね、はい、こちらの、はい、今回新しくゲットしたリニューアルされたこちらのバクネのパジャマをちょっとご紹介させていただこうかなと思います。はい、今ね私が着てるのがこのバクネの新色のコーラルピンクで、たーくんが着てるのがバクネの定番カラーのネイビーです。はい、全然違和感ないね。もう本当にすっごいお世話になってるんだよね。前回いただいたのもしっかりと着てますんで。もう本当にもうなんか京都まで持って行ってる。そうなの。なんか私もたーくんといえばバクネってイメージですごい気に入って着てくれてるから、あのね、薄いのにあったかいっていうのが一番、うん、いや、そうなの、本当にそうなの。動きやすいしね、そうすごい楽なんですけども、そんなこちらのパジャマが先ほど言った通りただのパジャマではございません。ございません。最近こうテレビ CM とかでもバクネのパジャマが放映されてるからご存知の方もいると思うんですけど、改めてこのバクネというパジャマはですね、ただのパジャマではなく、実は一般医療機器のパジャマで疲労回復効果のあるパジャマなんです。特殊繊維っていうので作られてて、着るだけで血行促進してくれて、はい、疲労回復ができる仕組みになってるんだって。さらに嬉しい、肩こりだったりとか腰痛だったりとかそういうところをね緩和してくれる効果もあるそうです。疲労回復できるパジャマがあるってやっぱすごくない？疲れが溜まりにくいのかな。落ち着くんだよね、軽いし。確かに言われてみるとふってなるかも。変に力が入らない、力が入らないっていうか、うん、こんなに薄く見えるんだけどあったかい。これはもうでもさ、うん、おたーくんは家でももちろん着てるけど泊まりの時とかもよくね本当に着てるよね。よくマイ枕持ってく人おるやん。確かに、俺マイバクネやる。確かにマイバクネ持ってく。あ、だからなんか SNS 見て、あ、今日も持ってったんだって思う、ね、あ、寝る時の写真ね、こうやってね、うんうん、でましてこれからの季節さ、まだ定期的にさ地方行くこと結構あるじゃん。で寒くなるけど、なんか温かいものイコールかさばるみたいなイメージがあるけど、まあ、羽毛とかね。そう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 。でもさ、これからさ、こんなに薄手でコンパクトなのにさ、はい、暖かくてさ、
疲労回復もできるって言ったらタコのためのもんじゃないって思う旅行もしやすい、うん、で私からするとやっぱ冬物って結構洗濯がかさばったりするから、そういう面でも薄手であったかくってそういう機能があるっていうのは、洗濯機すぐいっぱいあるからな、洗濯もすごい楽だし、うん、動きやすいしつい着ちゃうんだよね。そんなこちらのバクネさんから、はい、この紹介バクネさんから、はい、素敵な重要なお知らせがございます。何でございましょうか。この動画を見てくれた方限定でテンシャルの全商品が 15% オフになる特別クーポンを準備していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。そちらをね概要欄の方でチェックしていただきたいんですけども、はい、さらにまだまだ今回はやってくれるそうです。それはですね、対象のオフィシャルストアでも辻チャンネル見たよってこう店員さんにね言っていただくと、はい、15% オフになるそうなので、ぜひ店舗の方にも足を運んでみてください。対象のね店舗は概要欄の方に記載させていただきます、はい、これからねクリスマスだったりとか、まあ、我が家はね、うん、子供たちの誕生日ラッシュとかがありますけど、今ならすごくお得に購入することができますので、そういうねクリスマスだったりこれから誕生日の方がいたら、もうこのねバクネのパジャマを選んでもらえたらね嬉しいなと思います。もうクリスマスになりますけど、はい、プレゼント選び最初の結婚当初っていうか、まあ割と最近までこの何年か前まではサプライズ多かった、サプライズだったんだよね、もうお互いがお互いのことを思って探してプレゼントするみたいな感じだったね。でも 4,5 年ぐらい前だっけ、そう、そろそろ欲しいもん欲しいサプライズとか別にもうええやんみたいな、うん、なんか欲しいものもらった方が一番嬉しいよねみたいになってね、で今年は何にしますみたいなそんな話をね、そうやするよね、なんか似たようなもの持ってたりとかさ、そんな欲しくなかったけどありがとうって言わなかったそうそうそうそのなんか空気感も嫌だし、うん、これが欲しいってお互いね言えるような関係性にもなってきたし、そうなんですよ、誕生日もクリスマスもこれ欲しいなみたいなことをちょっと伝え合うみたいな、そうですね、なんかねあのレパートリーがなくなってくるんですよね。いやそうなのよね、うん、ネックレス、指輪埋まっていく、こっちまで行っちゃった、ピアスなくなっちゃうもう何するみたいな、何欲しいじゃんみたいな、いやもうバクネでしょほんとそういう時はバクネだと思う、ほんまそれじゃ、うん、うん、ましてさ、ほんと年末忙しいしさ、体調管理とかも難しいと思うし、うん、年末こそはみんなね休みましょうってことで、クリスマスとか、はい、そういうプレゼントは本当にバクネがおすすめだと思う、ね、結果バクネもらったらこの寒い冬も気心地よく疲労回復しながら寝られると、そうそうそう、でまた来年に向けて頑張りましょうってことですね、はい、はい、まあうちもう一着あるんでこれはもうありがたいね何着あっても困らないバクネになっております。間違いないはい、ということでね、そんな感じでちょうどね今そんなテンシャルさんの公式サイトでもクリスマスキャンペーンがねやってるみたいなので、はい、ぜひ今年のクリスマスにこちらのバクネおすすめでございます。おすすめです。ぜひね今年のプレゼントだったりとか自分のご褒美とかに ね、うん、こちらのバクネ購入してみてはいかがでしょうか本当におすすめになっておりますので、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。はい、お願いします。はい、ということで今回もね2023年最後かなと思う気持ちもありますけど、最後で痛くない気持ちもありつついい時間を過ごすことができました。はい、はい、なのでこの動画がいいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。そして私のタークはブログとインスタ、TikTok と私はアンジュシャルムとパセリとイリオン、そして骨盤ベルトやってます。そしていや俺も長いからいいよくまた言えるようなはい、タークもいろいろやっておりますので、はい、僕もなんかいろいろやってますので、はいはい、ぜひ僕は僕のチャンネルでやります、はいはい、チェックしてみてください、はいはい、ということでまた次の動画でお会いしましょう、はい、バイバイ、はい、バイバイ